はい、こんばんは、千葉翔也です。第4回が始まりました。翔也ノートライブ。この番組はズバリ僕千葉翔也がギター片手に、皆さんの前で演奏したり歌ったり音楽について学んだりする番組です。はい、2ヶ月ぶりになっております。お久しぶりです。すっかり、暑くなりましたけれども、今日は寒かったですね。半袖だと寒いなと思っておりますけれども、今回は4月なかったこの翔也ノートライブの分を取り戻すべく、いつもね、まあ、無料やって有料45、45ぐらい、30、45ぐらいかで時間やってるんですけど、なんと今日は、有料パートを90分間やります。普段の倍、すごいね。こうやって取り戻していくんですね。物理的にちゃんと時間で取り戻していくっていうところでね、ぜひ楽しみにしていてほしいんですけれども、まあもちろんね、そんな90分間一人でやるのは無理だよっていうところで、なんと今日は番組初のゲストに畑中佑さんが来てくださいます。ありがとうございますね。本当に、まあ佑さんとはね、もうあらゆるところでもね、まあ一緒だったりとか、まあ、イベント一緒にやったりとかしてますし、まあタスクさん自身もね、ランティスからアーティストデビューされたりもしておりますしね、いろいろ話聞けたらいいなと思いますし、まあ一緒になんかちょっと歌ったりできたらいいかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さっき高塚智人くんと天崎浩平さんのね、番組、要は姉妹番組、兄弟番組、先輩番組か、同じチャンネルのね先輩番組のところにちょっとだけなんかお邪魔したりもしていたんですけど、なんと同じチャンネルでチャンネル会になると有料パートが全番組見れるっていうね、めちゃくちゃ素晴らしいチャンネルなので、ぜひあまたかから来てくれた人ももしかしたら今日はいるかもしれませんがね、あまたかも見てたからびっくりしたと、 ありがとうございますね。えちょっとね、よろしくお願いします。あ、そうそう、上に出てますね、あまたかも見られるチャンネルの加入はこちらからということで、はい、お願いいたします。いやー、まあもちろんね、あまたかの2人もいずれ来てほしいんですけれども、今日はまずはね、タスクさんとお送りするということで、お楽しみに。今回も、まあ、弾き語りをちょっとやりますよ。有料パートでは、J-POP で流行した音楽ジャンルを分析。これは、もう俺は聞き戦ですね、ほぼ。作家の方に説明を受けて、新しいことを知っていくっていう。前回はカノン進行っていうものをね、勉強し、ちょっとまあ教わったりして、なるほど、そうなんだってなったりもしましたけれども、音楽ジャンルってね、基本ロックとメタルとかしか分かんないからね。ロックとメタルしか分かんない、大体一緒か、大きく言うとロックの定義も分かんないしね、正直。ロックの定義とかあるんですか？定義っていうか、マインドとかそういう意味じゃなくてね、きっとあるんでしょうけど、まあまあいろいろね、そういう話も聞けたらいいなと思っておりますし、あとはいつもやってる朗読のコーナーもありますし、そしてカラオケも今日はやります。はい、まあ、タスクさんも来てくれるっていうことですからね、いろんなことをしていきたいと思っておりますよ。ぜひ会員登録してお楽しみください。はい、この番組翔也の音ライブなんですけれども、声優グランプリさんの方でですね、翔也の音という連載もねやっておりまして、それと同時進行の番組になっております。5月10日に発売された声優グランプリ6月号見てくださってますでしょうか？うん、どうですかね、翔也の音写真とインタビューですけれども、いましたよと、ありがとうございます。コメントもね、いました、いました、いました、そんなメールももしかして来ている、ありがとうございます。そうですね、あ、じゃあ5月号の感想からにしましょうか。5月号もね、そうだから前回番組やってないから受け入れてなかったんで、ハルケミストさん、千葉さんこんばんは。こんばんは。声優グランプリ5月号の翔也の音拝見しました。夜遊びさんのハルジオンをテーマにしたお写真、メガネと厚めの前髪とちょっと切ない表情が素敵でした。春に思う出会いと別れの記事を読んで、自分もその一つ一つを大切にしたいなと思いました。なるほど、ありがとうございます。そう、まず5月はね、夜遊びさんの春順をテーマにって言ってるんですけども、もうマジでこの番組は、僕を筆頭に現在日本で流行ってるものに乗り遅れちまったみんなも一緒に知っていこうぜっていう部分もありますから、夜遊びさんの曲をね、正直あまりちゃんと聞き込めてなかった自分がいたんですよ。しかしこれをきっかけに、まあ、あれからね、ちゃんと
アルバム聞いてきたんですけど、あの夜遊びさんってまだ曲数的には全然その何十曲もあるわけじゃないんだね。本当に1日でパッてあの今までの作品を聴けるぐらいの曲数だったんで、まずそこに驚きだったんですけど、あのハルジオン入ってるアルバムね、あのあれもミニアルバムとフルアル、まあ、フルアルバムだけど曲数9曲とかで少なめでびっくりしたんですが、なんか1枚通しての作品って感じでしたね。なんかもっと打ち込みっぽいのかと思ってたんだけど、楽曲的には意外となんかピアノ重視のバンドサウンドっていう感じで、なんかあれですね、他と違うのは歌のミックスなのかな、なんか結構なんだろ、無機質に聞こえるようにしてますよね多分、とかそんな話もしたりしつつ、そうメガネかけましたね、伊達メガネ久しぶりにかけました。まあインスタに写真あげたりして、あ、5月号を見た畑中さん、ハルジオン感あるわ、適当やなでもそう、なんかあのあれよ、アニメーションなのよね MV が、それをちょっとやってます。あとちょっと話は変わるんだけど、前回ね夜にかけるっていう曲が、まあ要は夜遊びさんはめちゃくちゃポピュラーじゃないですか。でアーティスト名に夜って入るアーティスト最近多くないっていう話しましたよね。で結構僕はめちゃくちゃふわっとしたことを言ったらコメントで割と辛辣に突っ込まれてたんでちゃんととりあえずハルシカさんをめちゃくちゃちゃんと聞いたんですよ。本当にあのまずみんなちゃんと、まあそれはわかると思うけど、まあ春泥棒とか盗作とかねいろいろあるんですが、あのね夜しかって言いたかったの、ごめん夜しかって言いたかったんだけど、夜しかさんねめっちゃバンドだなって思っただし、俺ね夜遊びさんは聞いてちゃんと歌詞読んで自分の中に情景入れてからさらに広がるなって思ったんだけど、ヨルシカさんは何も考えずに頭空っぽにしてても歌声でとりあえずその曲は悲しんでるのか怒ってるのか喜んでるのかが分かる歌だなと思って、で歌詞ももっとなんかね、夜遊びさんが抽象的だとしたらめっちゃ具体的だった。なんかすごいなんかあの日常的なあんまりかっこよくない単語とかもすごいたくさん入ってきてて、あとまあなんだろう、まあ横断歩道でも階段でもいいんだけど駅のホームでもいいんだけど、なんかめちゃくちゃあの知ってる単語とかすごい出てくるんだよね。でしかも曲によって全然なんか歌詞の切り口違うっていうか、盗作とかはなんだろう、すごい自分のことを恥じている辛い主人公なんだけど、他の曲はね全然そんなことなかったりまして、だから僕だからもともとすごいバンドの曲はよく聴いてたから、なんかすごいあのあーなるほどなーと思って、全然違うのに本当すいませんでしたって感じでね、だから一個一個やっぱちゃんと聴き比べなきゃダメだなと思いました。本当に何気なくね、アーティスト名とかでね印象づくこともありますけど、聴こうって思いましたね。皆さんもよく聞いてみてください、これを機に。ありがとうございます。で6月号ね見てくださった方からもメールいただいております。ヤイリーさんありがとうございます。セイグラ6月号を買いました。今回は雨に滴るいい男感がめちゃくちゃ出てて個人的にすごく好きな回です。あーめっちゃ濡れてたんですよ。ジャンヌダルクの、レイニーという曲をまあテーマにというかモチーフにというかね、撮影しましたね。僕がジャンヌダルク大好きなので、どんどんかっこいい新たな表情を見せてくれる千葉賞とそれを引き出す庄屋の音チームに感服です。写真を撮った後どれを採用するかなどってどなたがどんな感じで選んでいるのでしょうか。雑誌の作成工程のお話も聞いてみたいです、ということで、連載ですからね。まあ結構このそうだな、声優の写真撮影ってとりあえず写真チェックがあるんだけど、撮影した後、まあ俺は庄屋の音に関してはマネージャーさんも見てるか、マネージャーも見つつ俺も見つつみたいな、これはないねっていう顔もしてるからそれ弾くでしょ。でそれをセーグラ編集部さんに渡していい感じにレイアウトしてくれるっていう流れでやってますね、この連載に関しては。うん、レイアウトとかも全部やってくださるから、まあそれに合わせてさ、例えばなんかこの顔なんかどういう表情なのかよくわかんないなっていう写真も置きどころによってはめっちゃアンニュイに見えたりとか、まあ逆に笑顔の写真もね置きどころによってはすごいなんか切ない表情に見えたりとかもするから、逆に
あんまりその写真チェックの段階でちゃんと考えないようにしてるかな。うん。でも今回のねメイキングっていうのが雑誌の QR コードを読み取ると見られるんですけど見てくれた人いますかね、レイニーのやつすごい、雑誌だけ見ると雨の屋外を、まあ、窓の中から見ているような感じとか、髪も濡れてるんで逆にね窓の外から見てるような感じするんだけど、なんかラップみでけえラップみたいなのを壁にして霧吹きで水かけて撮ってるっていうのがねあまりにもシュールすぎて、これメイキング映像見ない方がいいんじゃないかっていうねぐらいの裏側感ありましたね。うん、そう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 。でも本当にこれねやってくださってるカメラマンの武田さん、毎回すごい本当に限られた場所とか時間の中でねすごい工夫してくださって、そのMV のねこことここをここを使えばぽくなるんじゃないですかみたいな提案をしてくださったりとか、ほんとチーム一丸となってね作っておりますんで、ぜひぜひその辺も楽しんでいただけると、いいかなと思います。見ない方が良かったかもって言ってるけど、まあたまにね見た方が良かったメイキングもきっとありますからお願いいたします。そうなのよ、写真って面白いよね。うん、なんかこう写りたいとかあるけど意外と想像しなかったところで作品になったりもしますから、はい、ということで、ぜひねまだの方見てください。はい、ということで、じゃあ、まあ、コメントもいただいておりますけれども、じゃあコーナーいきますか。こんなコーナーやってみます。何を弾いてるんでしょうか。聞き覚えのないコーナーですねこれはギター初心者の僕が指定されたコードを弾けるか皆さんに当ててもらう企画、翔也くん弾けるかなというコーナーをやってきたんですけれども、初心者コースは卒業ということで今回新たな試みをやります新しくなりました、第4回目にして。今回は、番組に、いただいたコードを弾いて僕がどんな曲のコード進行を弾いてるのかをみんな当ててください。これ無茶ぶりだよ。要はコード進行だけを聞いてこれは何の曲なのかっていうのをみんなは当てなくちゃいけないんです。あ、これ見えちゃうね、ちょっと隠さないと、はい、なのですでにねこの番組が始まった段階で前までの送り方、まあ、3個コードを弾けるとしたら弾けるが1で弾けないが2だったかな、1、2、1みたいな感じでね送ってくださった方もいたんですけど、ごめんなさいコーナーが変わりました弾けたら、あ、弾けたらじゃない、弾けたらではなく弾けること前提でこの曲を見て何の曲かを当てられたら、抽選で1名様にですよね、はい、ステッカーゲッツということでお願いいたします。まあでもちろんこのコード進行でまあこの曲もあるじゃねえかみたいなのあるかもしれないですけども一応僕のこの手元のねやつでやります。まあ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 、じゃあいきますか、ちょっとみんないいですか、はい、まあなんかまあこの曲じゃないかなみたいな、うん、気軽にね送ってください。ちょっと待ってね、はい、まあ初めてこの番組を見る方はもうなんか好きな曲とか送ってくれればいいんじゃないか、それはちょっとキリないか、キリないか、はい、じゃあいきます。ヒントは顔とあと最後のやけに長いこれね、もうねめちゃくちゃ有名な曲、サビだね今弾いてたのは。はい、もう一回って言ってるけどね、もう一回弾くにはあまりにもちょっと単調なコード進行になってしまうのでちょっと超高速で弾こうか、じゃあ超高速で、
ヒントだったな。いなかったらコーナーが終わる。多分ね、多分コーナーが終わります。はい、ということでね、何を弾いてるんでしょうかのコーナーやってみますので、はい、ぜひ、メールを送ってください。メールの送り方は今出ておりますけれども、音アットセグラドットコムにね、メール送ってください。懸命に弾いている曲名を記入ということで、まあ本当1名いたらいいなっていうことです。はい、いなかったら多分またそういうちゃんとやるから、ねちゃんと安心してブチ切れないでください。全員知ってます。全員知ってる。2000年より全然こっちの曲です。はい。こういう番組ですよ。みんなも一緒に考えよう。はい、ということで、みんなよろしくお願いします。ではお待たせしました、番組初のゲストさんにここで登場いただきたいと思います。準備はいいですかね。はい、ではみんなで呼んでもらいましょう。畑中タスクさんです。みんなで呼んで、間違えた、みんなで呼ぶことになっちゃった。普通にフルネームで畑中タスクさんって呼ぶの。畑中タスクさん。畑中タスクさんです。どうもありがとうございます。どうもよろしくお願いします。お待たせお待たせ。いやめっちゃお待たせしちゃった。むちゃくちゃ難しいよ、さっきの弾き語りやつは。俺もなんかだから答え知ってるからうつらぼんやり歌ってみたけど、いやもうそれでももうメロディーラインが出てくるまでに時間かかったわ。でも学生時代流行ってたでしょ。学生時代もう死ぬほど流行ってた、みんなね。なんだろう、あのもう振り踊ってる野球部がいっぱいいた。おー、振りを踊ってる野球部。野球部野球部もすごい。この曲全然可愛くないね。いやもう超可愛いの、それがみんな。可愛いの、眉毛ない野球部がさ、みんなこうやって踊ってた。可愛いか、可愛かったよ。可愛いのかな、眉毛なかった。そう、これ一人もいない。え、まあだから一人もいなかったらコーナー終わるから。ちょっと今回はお願いします。これ野球部が踊ってたの大ヒントだ。踊ってた。そう、みんなこうね、眉毛こんなへの字でむちゃくちゃ細くした、あの、可愛くないね。いやいや、よろしくお願いします。今日は本当ありがとうございます。はい、お願いします。なんかね、あの同じというか、先輩番組ですよね。先輩番組もやってますよね。あ、俺かまね。はい、そう。アーサーとのやつね。はい。でもやってる。まあそっちの方もあれだけど、でも今回はちょっと初ゲストっていうのはむちゃくちゃ嬉しいですね。本当ありがとうございます。もうだからゲストを呼ぶとどうなるかっていうのが、これが資金座になるわけだからね。でも今日はそうだから歌いに来てる。もうほぼ。ありがとう。でもう今日は歌いますって言われて、今日そう。仕事来たし、しかも今日はあのね、今週はね、ちょっと別番組なんですけど、夜遊びがないんですよ。ほー、もうそうだから明日なんか夜遊びがないから、もう今日はいくら喉使ったって大丈夫みたいな。もう本当にすごいね、伸び伸びと。あれはね、関さんとね、めちゃくちゃなんか毎回話題になってるのだけは見てますけど、めちゃくちゃ叫んでますから、ね、叫んでんだ。そう、叫んでるから、ね、そうなんだ。そう、今回はちょっと大丈夫です。ラフにでも試金石な、間違えた。はい、じゃあちょっとね、もう早速なんですけど、このコーナーに一緒に付き合ってもらえませんか。あ、いいよ。なんすか。教えて10代。まあ今ちょっと世代の話も出ましたけど、今の10代がハマっている音楽、ミュージシャンを教えてもらうコーナーです。はい。今まさに10代の人はもちろん、自分は10代じゃないけど家族や友人に10代がいてこんな話を聞いたよという情報でも結構です、ということで、なんかまあタスクさんと俺はね、年齢全然違う、一緒だから。そうね、あんま変わんないけど、10代の時っていうと何一番流行ってたっていうか聞いてたっていうか。あ、なんだろうね、10代の時とか。俺はもうでも畑基博さんとかスキマスイッチさんとか、はい、割とでもなんか幅広い、愛子さんとか、なんか割となんか幅広い層にでも愛されてるんじゃないかなってみたいな。だからそのピンポイントで今流行ってる曲めっちゃ聞いてたわみたいな感じではないから。畑基博さんね、マジで俺の周りに聴いてる人があんまりいなくて。え、マジで一曲も歌えなかった、学生時代。嘘、全然知らなくて。あんな青春の風感じる歌ないよ。だからその青春の鱗とかさ。あ、鱗ね。だから青春の風が吹いてないのよ、多分うちの高校に。
何吹いてたんでしょ。なんだろうな、受験の風みたいな。あ、マジみんなクソ真面目なんだね。みんななんかそういう感じだった。クソ真面目野郎ばっかりだったんだね、じゃあね。でしたね。いいじゃんいいじゃん。でもそれもそれで。何流行ってたのじゃん。学生時代だよね。学生時代。俺軽音部だったんだけど。うん。軽音部内で流行ってる曲ってちょっとあれだからな、ラッドウィンプスとかバンポーチキンとか、はいはいね、はい、みんな歌ってた。もうカラオケでみんな歌ってた。天体観測とか、あ、歌うよね、あの辺もね、みんな歌ってる、うん、カラオケな。女の子はアイコじゃないですか、ずっとアイコ歌ってくれたらカバー上がるはあるよ。そりゃ空気良くなるよね。空気よくない、うん、すげえよくない。空気よくなる。でもその子が失恋した手で愛子歌ってたらかなり重い。そんな状況ありえるの？かなり重い。やだよ、カバーしきれないぐらい重い。やだよそんなの。いやでもね、まっすぐだからね歌詞がね。じゃあちょっとみんなからお便りいただいてるんで、ちょっと最近の10代どんなん聞いてんの。リンタさん、はい、千葉さん、スタッフの皆さん、こんばんは。10代に流行っているのはマフマフさんです。なんだマフマフさん。10年ほど前からニコニコ動画で活躍している歌い手さんなのですが、何でも屋さんと銘打ち、オリジナル曲も多く、名だたるアーティストに楽曲提供もしています。ああ、私は軽音部のバンドで夢のまた夢を演奏したのですが、とても盛り上がりフロアが沸きました。どこでライブやってんの。フロアが沸いてんの。すげえ、マクマクさん知らないかも俺。柔らかく可愛らしい声も、吠えるようなロックな声も変幻自在で、女性以上の高音がすごいです。ぜひ聞いてみてください。高音歌えるんだ、すごいね。やっぱりね、こうすごい高くなってるもんね、今楽曲がもう全体的に。なんでこんなに高くなっちゃったんだろうね。いやもう全然もうほぼ裏声だよ、もう本当に。もういつから、え、いつからこんなに高くなる。いや分かんない。でもヒゲダンさんとかやっぱ出てきて来てもうガンガン高くなっていったんじゃない。フランプールだってあの頃は高かったでしょ。ああ高かった。フランプールもう普通ぐらいになっちゃったぐらい。ねえ、だから高いけどね、フランプールさん。フランプール歌えるやつって声高いやつみたいな。そうだよね。感じだったんだけどね。声枯らしまくってでもフランプール一番で枯らしてたもんね。君みたいな。届けーって。届かねえなーそれ。届かない。本当に届かない。マフマフさんね、歌い手さんなことは知ってたけど楽曲提供もされてるって全然知らなかったですよ。聞いてみたい、マフマフさん。ちょっとね、ちょっとぜひぜひ、あとで聞いてみよう。なんか歌い手ってもともとそのね、なんかなんだ、ニコニコ動画知ってる人しか知らなかったのが、今逆にね、歌い手さんだけなんか YouTube よく見てる学生とかがすごいちゃんと知ってるイメージだな、うん、うん、今聞くんか。マフマフさんむちゃくちゃアイコンだけでイケメンやで。ほんとだ、むちゃくちゃイケメンじゃん、マフマフさん。ほんとだ、やば。サブスクにあるんだね、顔こんなんよ。マフマフさんマジで何がわかんねえ、そんな写真で。すごいわこれで、アルバムの写真で何がわかんねえ。え、続きまして、高音でもいいんだよ、リッピさん、はい、あ、まさに、あ、てかさっきのリンタさんも高3だわ。でリッピさんは中3かな、あ、高1か。ほう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 。私がおすすめしたい曲は おいしくるメロンパンさんの5月の呪い。おいしくるメロンパン、ちょっと待ってね。これちなみにあれだからね、前半無料パートだからめったなこと言うと俺たち消されるよ多分。どういうことだよ。世の中に消される。あ、でも男3人組ですね。男なの？男3人組、おいしくるメロンパン、名前かわいいけど。現在高校1年生の私ですが、学校の音楽好きの子たちの中でおいメロが流行ってるんです。はあ、略称おいメロなんだ。おいメロって言うんだ。あ、5月の呪いっていう曲が流行ってるってこと。5月というと5月病など、少しネガティブなイメージがあり、曲名の呪いからもマイナスな感じがしますが、再生すると明るくて乗りやすい曲調にボーカル中島さんの爽やかで優しい歌声が流れてくるんです。でも歌詞は5月の憂鬱な気分に寄り添ってくれるようなもので、とても中毒性があります。5月が終わる前にぜひ一度聴いてみてほしいです。いいね、これジャケットなんですかね。非常に爽やかですね。本当だ、むちゃくちゃおしゃれで爽やかよ。教室から外を見ている、そう、海が見える教室ですねこれね、うん、初めて聞いた。ちょっと聞いてみよう。バンドだよね。バンドだね、これは3人バンドだね多分ね。ギターと バンドだね、うんうん、ギターとなんだっけ、うん、なんか男性3人の、うん、バンドってめちゃくちゃ少ないじゃないですか、3ピースって。あれだね、なんだっけ、
世界は愛と呼ぶんだ。違う、あ、サンボマスターね。サンボマスターさん、サンボマスターさんのね、サンボマスターさん、曲が先に先にそう曲が先に出ちゃって、そう電車男の、そうサンボマスターさんとか、そうだね。今 86 のオープニング歌ってくださってるひとりえさんとかも今となっては3ピースだが、3ピースの男性ってほんと銅図とかのイメージしかないな。あの銀玉のね、ドンテンとか。あ、はいはいはい、ちょっと聞いてみたいと思います。まだいける、うん、テクさん、うん、雨のパレードです。私が紹介したいバンドやばい、全部知らないかも俺雨のパレード、昔別の番組で紹介してもらった気するな。マジで爽やかでおしゃれなサウンドが魅力のバンドで、落ち着いた曲が多いので普段あまりロックを聴かない人も聴きやすいと思います。私自身雨の日にこのバンドの曲に出会ったのですが、ジメジメした気分を振り払って爽やかな気分にさせてくれたので、雨が多くなってきた今の時期にぜひ聴いてほしいバンドです。先日配信が行われたメトロックにも出ていて、最近とても人気が出てるみたいですよ。おすすめの曲はサマータイムマジックです。あ、おしゃれ、おしゃれ、タイトルがおしゃれ。もうまずサマータイムマジック、あー、おしゃれ、いい歌い手、いろんな季節がねあるんだね俺は。あー、でもすごい、男性と女性の混合3人組バンドユニットかな。なるほど。全体的になんか衣装が黒、もう黒で統一されてる、ほぼ黒、モードな感じなんだね。おしゃれそうですよ全体的に。雨のパレード、雨のパレード、男女混合のユニットとか聞きます？タスクさんは。俺なんだっけ、最近ね、あれを聞いている、あのサムオーサムシティクラブ。オーサムシティクラブあのさ、サムって言っちゃったけどオーサムシティクラブさ、うん、まあさ、はいはい、いや前から有名だったんだけどさ、うん、こんなに爆発的にね今来てますよね、あの曲とかで。確かに来てる、来てる、あの有名な曲、あの有名な曲、あの有名な曲、あの有名なタイトルがあれだけど、あの有名な曲、はい、いや、びっくりした、なんかすごい、今夜だけ間違いじゃないことにしてとかの時ってさ全然そんなことこんな、なんかこんな感じになると思わなかった。いやでもだからすごいのよ、だからどこで、うん、でもずっとあのそのなんだろう、曲のさ、うん、そのなんだろう、おしゃれさというかさ、うん、そのそれは失ってないじゃん、もうずっと脈々とそうそうなのよ、ちゃんと積んできたものが評価されてバコーンってなったって、もう素晴らしいことじゃないですか。本当にそうだよね、うん、そう、超好きだよ俺あのグループは、うん、ずっと好きだよ俺も俺もずっと好き、聞いてる、もうサブスクで、いやもう俺も聞いてる聞いてる。最近の曲逆に聞いてないから聞きますね本当に。そうね、確かに最近の曲、うん、2015年あたりの曲とか聞いてる、めちゃくちゃ聞いてる、聞いてる聞いてる、めちゃくちゃ聞いてる。その頃星野源さんもそうだった、確かに俺も2014年とか15年あたりのね、お茶碗とか出たあたりの、お茶碗っていう、なんかそう老夫婦を歌ったね、老夫婦っていう歌もあるんだけどね、うんうん、そう、なんかそのすごいね、むちゃくちゃ星野源さんが落ち着いた曲ばっかり歌ってた時のアルバムがあるのよ。あー、なんか俺高校の時友達がカラオケで歌ってたかもしれないな、なんかそのあたりの。いいね、カラオケでお茶碗チョイスするのむちゃくちゃ渋いよいやなんかだからヒットソングっていうやつじゃなくてっていうところだった。はいはいはい、でもすごいあるな。あのベボベとかもね、男女混合でしたね、まあ、確かにね。いいね、男女混合いいね、爽やかでいいよね、うん、やっぱ歌の幅もねめちゃくちゃ広ますしね、うん、はい、ということでいろいろ教えてくれてみんなありがとう。ありがとう。なるほどなるほど、楽しいね、いいね、こういうコーナーなんです。これ知れるからいいね、これすぐサブスクで聞けるからね今はね。もうとにかくすごいよね、聞きまくるで、もういろいろ知るだね、うん、いやサブスクいいよね。俺もう登録してますから、もうサブスクは。まあタスクさんの楽曲は買ってくれいや最初のきっかけはサブスクでもいいからね、うん、最初のきっかけはきっかけだから、もうこれは。あ、サブスクあるんだっけ。あるある。全部公開してる。ランティスさん公開してんのよ。マジで、うん、買ってるから知らなかったわマジか。いや、ありがたいけどね、うん、あ、じゃあぜひ聞いてほしいね、みんなも、ね、そうそうそう、今全然 YouTube とかでも聞けちゃったりするから、うん、あ、本当に YouTube でも公式で出してんのよ。そう、あ、そうそうなの、そうなの。今はもうどこでも聞けるので聞いてみてください。うん、ね、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで教えて10代今回はここまでです。皆さんのおすすめのミュージシャン、バンドなどなど教えてください。ではね、いろいろ話しているんですけれども、ここでちょっとだけ弾き語りやります。おお、いいよ。ちょっとタスクさんつないどいて。きたきた。いや、どういうことだ弾き語り。いや、でもギターをね多分習い始めてそんなにまだ経ってないんでしょ。言うてそんな半年ぐらいなんじゃない、まだ。あ、なんかね、うん、できないんだよ本当に。やっぱりこの番組が始まってもやっぱりね、この番組の放送に合わせて
練習をするという感じ。いやでもすごい、ちょっとさっき練習でねちょっと歌ったんだけど、うん、できてない？むちゃくちゃすごくない？これなかなか数ヶ月でここまで出来、うん、クオリティいくもんなの？普通わかんない、俺はやったことないからわかんないけど、そのままでいていやなんだそれ、勉強していく番組だからあ、ま、生温かい目で。いやでも本当にすごいと思うから、ちょっと俺は楽しいですよ。ちょっと一曲ねやりたいんですけど、やるかい、一曲やるかい、どうしようか。まあでもまあこの曲やりますか。まあちょっと僕、うん、最近まではちょっと SK8 っていう作品に、まあ、キャン歴役でちょっと出させてもらってまして、さすがに見てるさすがにね、いやいや嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとう、さすがにね。そのアニメからまあちょっと今回ちょっとアコースティックがまあ似合うんじゃないかなっていうことで、はい、エンディングのインフィニティを歌わせてもらおうか。ゆうりさん、ゆうりさんのゆうりさんの歌は非常に難しいね。本当だよね、非常に難しいけれども、やっぱりでもアコースティックが似合うのよこの楽曲は非常に。だからちょっと千葉翔と一緒に歌っていこうと思います。むちゃくちゃ念入りに確認してんじゃん。じゃあ俺もちょっと水飲むわ。水飲んだ方がいい。水飲むわ。もう本当にまあちょっと今回はねちょっと一番だけまあちょっと一番だけ歌うって感じですけれども、はい、じゃあいきますか。もういける？ちょっと緊張するねこれ。確かにね、いつも緊張してる。めっちゃくちゃ。オッケー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 、大丈夫大丈夫、肩の力入れていこう。はい、ありがとうございます。うん、それではじゃあオッケー。はい、ちょっと手汗やぐいなそれじゃあ聞いてください、インフィニティ。下石が転がる道、いじっぱりな君に出る動詞、素直になれずに I will remember レコードスニーカーと真似をした、古いもの新しいものを分け隔てもなく穴ぼな on way and like oh 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 想像しない自分みたいに思ってるよ一生共に行こう君と行こう涙の海の向こう進めるよ動けるよ力になれるよ共に行こう君と行こう思いがあるなら Let's keep it feeling Let's keep you here 僕らのままで I feelOh, let's get feeling Yeah Oh, let's get feeling はい、どうも、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ハピネスウィズユーな。え、何が？ハピネスウィズユー英語な。ハピネスウィズユー。え、でも俺もI don't want to worry って歌ったから英語のところ、はい、ちょっとなかなかゆうりさんちょっと英語の発音いいからさ、ちょっとそうなのよね。ありがとうございました。ありがとうございます。わ、すごい拍手いっぱいもらっとるよ。ありがとう、ね、ありがとう。まあでもタスクさんの声でこの曲聴けるのも嬉しいわ本当にいやもういやこれはもう本当歌、やっぱメロディーラインもいいしさ、ね、でやっぱそのゆりさんもちょっとハスキーだからさ、はい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 、そうなんか同じハスキー族としてはハスハスね、ハスハス族としてはちょっとやっぱりこれはやっぱ歌いたい曲だったから歌えてよかったです本当にマジで。ありがとうございました。じゃあまあね後半の、有料パートでも
弾き語りやります。やるかい。別の曲やるのと、まあ、あとカラオケとかもねやりますんで、ぜひよろしくお願いします。後半はこの後20時45分頃から、セイグラ乙女チャンネルの会員限定でお届けしますので、今この休憩時間の間に、チャンネル登録よろしくお願いいたします。頼むでー。はい、はい、ということでね、会員になってない方、お願いします。じゃあすでに登録してる方チャンネルはこのままで、YouTube で見てる方は、ニコニコ動画に移動して、セイグラ乙女チャンネルの方にね、準備してもらえると嬉しいです。せいじゃの。はい、ということでね、じゃあ無料で言い残すことはないですか。無料で言い残すことはもう、いやでもだってこっからだからね。いやちょっと有料のところで俺こっから歌うからみたいな感じの、今やっと温まってきたよみたいなところだから、まだ全然スタートしてない感じだわ。ここからじゃあ90分なんで、こっからそうなんだよ。よろしくお願いします。90分歌いまくるからね、これはちょっとすごい頑張んなきゃね。はい、はい、じゃあぜひ皆さん、こっからチャンネル会員登録お願いします。はい、じゃあみんなが来るの待ってるよ。待ってるよ。バイバイ。バイバイ。